ーザーベースはスピーダーという情報プラットフォームを提供しています。スピーダーでは、世界中180以上の国の、財務データなどのビジネスで必要な情報を取得できるサービスです。ユーザーベースはインドとスリランカに2つ大きなパートナー会社がありまして、私はそのパートナー会社に、統計データの取得方法を教えています。東京で働く魅力は、私にとっては、日本だけじゃなくて世界中の、さまざまな国の人の考え方や働き方、もしくはビジネスマナーを学ぶことができるからです。それらの人と交流するときに、ミスコミュニケーションたまに生じることがあります。そういう時は、諦めないで一生懸命、自分の考えることを伝えることが大事だと思っています。東京では、いろんなイベントに参加することが大好きです。例えば、ハロウィンの時に友達と一緒に、ビールの仮装をしました。そのビールの仮装をして、街中でブラブラしました。それは、台湾などではあまり体験できないことだと思います。週末は、結構東京に、友達がたくさんいるんですけれども、友達 と、飲みに行ったりとか、夏だと、バーベキューとかのイベントをしますね。で、我々ユーザーベースにとっても、もうそこの圧倒的な優秀なメンバーが集まることは会社の競争優勢を決めるということも明確にあるので、優秀な外国人メンバーが日本に来てくれてもこれほど嬉しいことはないですね。で、私自身が約束できることとしては、そういうメンバーがフェアに評価されると。で、その多様性がもうすでに浸透しているので、外国人だからで何か特別なこと、いい意味でも悪い意味でも特別なことは逆になくて、フェアな環境を用意してやると。実力さえあればしっかりとそれに合った評価がされ、ポジションがあり、結果を出せるという環境が整えられていますということは、しっかりお約束できるかなと思っています。海外で一人で生活することはとても大きなチャレンジだと思います。例えば家族に会いたい時も会えなくて、たまにホームシックになったり、あと経済的な面も必ず不安はいっぱいありますよね。しかし一つ一つ乗り越えていくと必ず成長できると思います。皆さんも、自分に合った東京ライフを見つけに来てください。